スマニワカさん、こんばんは。すでに、答えてたら、すみません。なぜ、ゲイボじゃなくてアルメン。あ、ゲイボの枠はね、シンクにして見てます。結構ね、今スピード速いんで、ゲイボルグね、ちょっと中盤に来ちゃうと、アマテル君 S 投げにちょっと遅れちゃうんで、ちょっと試しにシンクやってます。一応ゲイボが、アルメンじゃなくて、ゲイボはシンクっていう考え方っすね。さあ、いった方は、混合と。さあ、いつね、オーラ、引かれるか。赤妻さん、こんばんは。アルガンドさん。数日前に神殴りで行ったら、アレスと当たって罠に、かかりまくってカウンター、なるほどね。なるほど。それでも、あれか、瀕死でギリギリ間に合うと。神殴りアレスはちょっと厳しいか、さすがに。基本的にね。あ、大福さん、お疲れ様でした。またお越しください。お、なんか珍しいの入ってんな。へぇ、マスティマか。まあ、ちょっと、マゴマの手持ちがあんまりよろしくないっていう感じかな。まあ、そういう方もいますよと。まあ、白竹でワンパンするぐらいかな。まあ、それか、うまく、バリア使って、特殊罠を剥がすとか、そういう感じですかね。お、X 来たか。まあ、大体、ポーのリプスなんで。大体、ポーのリプスなんだよな。まあ、こんな感じでいきますか。お、小泉さんあるか、今、レジェンド圏内と。98。あとは残り千数ですかね。アルガノさんはね、なるほど、残り300台と。いいね。おっと、なるほど。いや、ツイッターねえの痛えな。どうしよう。お、来たか。さあ、ツイッター来まして。これ、むずいな。行きたいけどね、行って大丈夫かな。これやっちゃいますか。逆に HP 減らしてもらって、シンクのデバフかけつつ、一回耐えてリメイトドカンみたいな感じですかね。ただ相手の方も捕食あるからね。そこからのまくりが、怖いよと。殴ってくるもあるからね、これ。B の4からね。いや、しかし祭りはワンパンコースか、これ。終わったか。その札は痛えわ、確かに。いやー、これやべえか、一番か。ここ草とかやってる場合じゃねえかな。デバフ、いや、一応デバフ入んのか。いや、どうしよう。迷うね、これ。まあ、こっちでいいか、回復しながら行くか。今、E の6に打って、E の6に、ティリュート打って1枚返しに抑えつつ、色貯めて、次、リミエットと、この響きっていう手はあったけど、まあ、でもその場合だと響き取られちゃうかな。このデバフがどうなるか。いや、しかし、がっちり捕食。ただ、それだともう一回ね、こっち、デバフ残ってるんで。ここも草打ちてえな。あ、オッケー。リメット草ナイス。逆に飛ばせるあるか ?2000 と ?2036。え、さすがにアルメンいかないな。一回草で耐えるか。まあ、一枚返しは耐えるっしょ、さすがにね。あ、リメット結構強いね。色全然だけど。あと S5 マエアか。まあ、大丈夫だ。さすがに飛ばないね。ランタイムいないし。シンクいいね。さあ、ここもね、捕食で粘ってこられますが、さすがに東雲の捕食は微妙と。OK。シンク悪くないね。ちょっと後半 S3 連打したけど、すいませんね。まあ相手も3枚使ってるから許して。S 差1枚なんで。まあでもエア来ても勝ってるからな。オッケーオッケー。さあ、初手は、まあ安定の、マロニーちゃんね。そういえば昨日の補正なんですけど、デバフの方のフリンデル。あー、なるほど、点結のあれかな、カプセン報酬駒のやつですか。
あれも 17% だからね、結構強いよね。キス、それは暴れてくるか、これ。怖えな。お、シンク来たね。噂のシンクさん。まだ80杯以上か。微妙いな。これどうかな。さあ燃やしつつ行きたいんだが、へえ、スイレンちゃん、まあ相手角来たらこれは真空混角っすかね。ただ飛ばすには少し時間がかかるか。一回 D の2挟まないとこれダメだね。おっとノート来た。まあさすがにマルドゥークにノートはいるよね。さあメンダリ来まして、これダブコンしてくるのか相手。右下だよね。さあ一旦腐れゲドやっとくんだが、どうする。お、そっちですか。じゃあこれは一回経由しますか。 D の2を、これ例の進行やっちゃうとさすがにね飛ばせないんで。 OK、 一応ツイッター来て一回こっち経由する。さすがに、あ、シンク強いね。安定してるわ。シンクは強いね、普通にね。馬、ここでの馬はどうなってんの。これ回復されるの嫌なんだよな。これもまた OK、 これ全然耐えるんで、こっち打ってアルメン取らせて、あ、でも馬の回復あんのか。どの道矢筒の回復されたくないから、ちょっとこれやっちゃったけど、これ馬の回復あるわ。まあでもシンクでいけるか。シンクと、こいつで。トムルくんね。これメイティスコンボ使うかと思ったけど、これ回復だね。だよね。いや、ちょっとミスったな、これ。回復重い。が、しかし36と、自分のキャラか。全然いねえわ。飛ばないっしょ。草打っとく。微妙に回復されんの鬱陶しいな。矢筒でね。さあすぐ来るんだが、出番ですね。OK、よし。お、アナンパイセンか。むずいねこの引き。あの生駒さんのさ、キャラクター名前ちょっと難しいよね。ガリアリレウでしたっけ。そんな感じだったね確か。え、アズさんは、クラスマッチ混合で、お、10連勝2回やるね。やりますね。さあしばらくトップゲーですかね。これトモルくんとアベル重いな。さあ罠駒反応しませんでしたね。まあ、特殊罠捨ててき、捨ててきたのか、フルーファーなのか。一緒に遊ぼう。今さ、あのこれさ、スイレンのさボイス完全にプリキュアと一致したんだが。あ、フルファか。今さワンダフルプリキュアやってるんすけど、それのさ主人公の、主人公っていうか主人公の飼ってる犬の小麦っていうやつがプリキュアに変身するんすけど、その時の変身した決め台詞がね、一緒に遊ぼうなんですよね。
犬なんで。そういう発見あったわ今。まあアベルかなこれね。逃がしませんよ。その小麦の生産やってんの、オセロニアだとプロキオンやってる幼女キャラクター担当のあの長縄さんがねやってますからね。犬がねプリキュアになるんですよ今。今回ペットの話だからね、動物系の。おいいねシンク。まあ悪くないかな色的にも。まあシンク打ってってどうなるか。また長縄さん犬やってんのかっていうね犬キャラね。オセロニアだとプロキオンやってプリキュアも犬やって。いやマモンは強い。いやマモン強いよん。おしかしリュメットも強いよ。うんー謎の声出たわ。ちょっと待って。いやどっちみちか。これかわして打ってもかわして打っても相手の吸収入っちゃうもんなラインに。これでもう火力出した方がいいか。うん、で次ともるくんでいきましょう。飛ばされるもあるけどね。相手コンボ何回使ったっけ。まだ大出しないよね。吸収されるんすけど相手の魔紋のコンボスキルの吸収も相まるとさすがにきついんで、もう飛ばしに行った方がいいや。 OK。いやシンク悪くないね。あ今の僕の声遠吠えだった今実は実は何気に遠吠えだった。 OK。 さすがに水蓮かな。あ水さんね、対戦した地味にねシンクのデバフ効いてたかな。でもあれね多分シンクデバフ入ってないですよ多分。50% いってなかったはずなんで。シンクはねデバフ部分は入ってなかったですね。素で耐えました。これもまた。いやトモル捨てか。いやこれもこっち行くかちょっとね。そうですね、僕も結構トモルくん書店に捨てますね。書店にいたらリメットプラストモルが結構あるんで。さあミューズ打たれましたよと。ほうどうしよっかなこれね。トモル捨ててもコンボスキルねえんだよな。シンク打ったらさすがに取ってくるよね。まあ弓打つかじゃあ。だいぶ早い弓。これはこれで取ってくるもあるけどね。ほう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 。いやそこ強いな。マジか。そこ強えなさすがに。いや、わかんなかった。ちょっと自信ないわ。今のシンク C の6からいけんのかな。いやー、やめ邪魔すぎるな。コンボスキル3回食らうね。あ、リメット取ってこない。マジ？それでけえな。ただ、バフもやべえ。月がないのがきつい。ついけど、いやこれは全然あるワンちゃん。いやスリーちゃんぐらいある。ノートそこ。あこれはね取りますか。いや微妙に半分いってね。こっちでもやんの。色貯めましょう。もうダメです。ただ次は行くしかないですねこれ。トモルくんの36と薬草つきそう。マジでやだ。その攻撃は届きません。ああなるほどそれ強えな。待たせたな。
草つかない。いや、いけるかこれ。雷撃だからいけそうだね。あぶねえ。いや助かったわ。ちょっとこれ相手の、まあ打ち筋が若干甘かったのが助かりましたね。おっと、あれっすか、まあ、またんだね。とりあえずさあ、いらっしゃいませでお迎えしまして、とりあえず雫打って、睡蓮まではいいとして、がしかし、あとあの通信中が長いっていうね。まあでも X はきついか、さすがに。まあ普通に打っていきますか。駒投げされたではなく、駒投げ、あ、そっちか。なるほどね。それいいね。さあ、雫草か。ちょっといまいち。大福さんは、自分なんて S 連の、され、杉で連勝ではなく、連敗が続くと。流れテーブルありますもんね。さあ、これなんだが。合戦使いづれー、合戦使いづらいよねこれね。罠駒取っとく、取っとくっつってもこれあれか、 F の3と F の4にがっちり置かれちゃうから微妙か。まあでも罠駒はどの道置かれちゃうんだよな。さあ S 罠、来てよと。なんすかそれ。これもまた、まあ、大体固定っしょ。逆に逆に固定なんで合戦使っちゃおうかな。あーんリーヤでした。マジかよ。最近なんかリーヤ見るな。メルベとかじゃないんだ。リーヤちょっと捨て弱いんすよね。いやー、やべえかこれ。そうじゃのー。これあれっす、打ってくんのかな。まあ、ちょっとこうなりますかね。神か、オッケー。神とリーヤなんで、これ合戦やばいね。これアレス当ててくんのかな。どうだろう、アレス当てもあるけどね。アレス当てきついか意外と。ただ神コンボないからね。もう一置いてく。ここは火力バチバチに出したいけどな。まあ強気に行きますか。ピヨってもしょうがないんで。おっ、あー、マディマディ。なるほど。がしかし、これ罠駒2枚取れますからね。まあ、2100吸収されますが、まあたぎってはいくんだが、さすがに両面取りできるっしょ。草か、いきます。さあ反射痛いんだが、さすがに受け切って、雷撃ドンと。 OK。 お、皮膚もなんか増えてきましたかね。ちょいちょい見るな、まあ、最近ね自分も、使ったしね。まあ、初手これはティリュートかな。ティリュートを置いてって、睡蓮置いて、アベル置いて、どうなるか。さあ、ティリュートはね、ちょっと2ターン目というか2個目から強いんですけど、初手だと若干弱いんだよな。2個目が一番強いですね、ティリュートは。お、さあ S5 の、ヒュプト。これもまた修行なのです。さあトモル君、来られまして、お、いいね色。ここまでだと。さあ最速睡蓮勝ち込んでいく。 S5 ヒュプか、怖いね。まあ、ここまではいいんですけど、こっからのこっからの S 連なんだよな、マジで。まあ色ちょっと微妙だけど、まあアベル打つか。ここぐらいのタイミングしか、あの、ここぐらいのタイミングしかね、ないんで。
さあこれでややね、右上 X 打ちづらくなったと思うんだが、どうすんの？取ってくるもあるからね。ゲーボーいないから取られると耐久大変だね。罪進行やってもしばかれるかも。なんか右上 X にルラとかね置かれて、お、なるほど、相手はもう火炎は気にせずバチバチとボスカヤ来た。ボスカヤですか。さあ色は多いね。さあ響き打ってって少しね回復しつつ、どうなんの。さあ注目の D の5、ここでルラ来るか。ルラ来たら取るしかないね。もうそっちですか。さあ火炎をね鬱陶しいと見て取ってきましたよと。お、いいね、シンク。いや、でもシンク打つと取ってくるか、さすがに。さすがにシンク取ってくるよね。でも響きコンボスキル強いから、それでもいっか。さあ、腐れゲドウやっといて、多分一旦しか持たないんですけど、響きコンボ一発使う。で、どうなってるか。いや、押されちゃうかな、これ。エゴマ打って、D の5打って、シンク、E の6。そっちの方が良かったか。カルマメイ、マジか。すごい人来た。飛ばせるんだったら D の1から打ちたいけど、ちょっと手駒が分かんねえな、これ。意義ありですか。これ次どこ打つんだ自分。ちょっと分からん。ん？これ自分次どこ打つんだ？そうですね、懐かしいね、話。さっきしてましたからね。これ B の5か。D の5来て、耐えるかどうかが。あ、そこ。ほう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 。あ、そっちの方が強いのか？相手の方。まあこれやってって、まあコンボないんでね、まあ大丈夫かな。 D の5ノートの方がやばかった風だけど、まあいっか。これ飛ぶか次。トモルくん動線通ればさすがに届くかな。めっちゃ強いんで OK。 なんならリュミ、来たよと。さあ草がついてくこういう時に草はいらん。修行の成果を恩恵します。オッケー。悪くない戦いだ。あ、流血来たね。後輩デッキ、戦撃の後輩デッキ来たわ。ザーコザーコはそれどっちかというとメスガキじゃない。どちらかというとね。さあこれなんじゃが、まあ、ジュリックですかね。メイヤさんこんばんは。僕6年でその後大学、ああなるほどね、大学院まで行くのか。でもすごいっすね、大学院は。修士、修士課程とかあれっすよね。博士、修士が普通だっけ。修士と学士と博士ありますもんね。ちょっとどれがどれか忘れ、わかんないけど忘れちったわ。さあこれなんだが、まあ普通に、いやツイッター貯めとくか。次アベルだもんね。うん、アベルの色がポンコツだときついから、リュート打っときますか。結構カッティングされますけど、次はねアベル打ちたいんで、ちょっとツイッター先に集めときます。お、ロカテオいいね。がしかし、お、シンク来たね。お、いいねいいね、色バッチリ。あ、3OY7 さんか。37さんね、両端取って。これはどうくんのかな。あん、相手もそうだった。流血だからさ、いるじゃねえかよ、火炎が。火炎がよ。お、しかしこっちも引いてって、ただ相手の方これ召喚しちゃうからね、結構燃やせるっていう。まあでも次もね、自分もアベル打たれると結構きついんだよな。 B の1アベル強い、強いもんね。ただこっちを燃やせはする。メルベ23連勝強すぎだろ。やばいね。
まあ、2枚もやし、3枚もやし。ああ、そういう感じなんだ。なるほどね。キックで1回構成してきて、いや、燃えますよと。ただ、こっちを燃やしてる。こっちで燃やんの？さあ、マロに行きまして。お、いいね、色。悪くないの。さあ、1回たこ焼き食っとく。たっぷりたまごさん、最近は、バイトで終電帰りと、夜中一時帰宅の大学通りでやる。いや、大変っすね、それ。てか、大学も行きつつ、バイトするって、めちゃくちゃハーディングスケジュールじゃん。大丈夫っすか、隊長。気をつけてください。いてー。食らってんな。相手方残り S5 枚か。まあ、フルフレと、何がしかだよね。まあ、ここはリュミかな。リュミエット取らせて、ですね。ちょっと燃えるけどね、これ裏表。痛いけどね。頑張りましょう。これやっといて。痛ぇ。ただ火炎は終わる。私フルフレは飛ばないね、さすがにね。オーラもないし。学士が大学で、修士が大学院で、博士も、まあ、大学院と。ドクターとかね。バチェラーとか。あとなんだっけ、もう一個。忘れたわ。やばい。え、バチェラーと？バチェラーと、ドクターと、なんだっけ、あと一個。学士がバチェラーだっけ？で、まあ、博士はね、ドクターは、あれだけど。なんだっけ、もう一個。プロフェッサーは教授っすね。吉田さん、半大、半大なの？やばくない？半大って相当っすよ。底辺とか言ってますけど、そもそも半大が、上辺なんで、